今回私のインスタレーションは5月に盲学生とダンサーとを招待して当時美術館というところを招待してやったワークショップ、土を使ったワークショップを元にそこから当時の作品にしているインスタレーションなんですけど、今回のパフォーマンスではまた新たにダンサーを招きまして、今度は盲学生とダンサーではなくて目が見える私の体とダンサーの間に起こるいろいろなコミュニケーションを土を使って記録するということを試みます。じゃあ今回ご一緒されるセルジオさん、ご一緒していかがですか？First of all, in my work, I use my body, first of all, and I use my body to express what my soul wants to express. So it's a very close link between body and soul. So, mm-hmm. 僕の普段の表現では体を使って表現するんですけれども、体だけではなくて心とか魂を使って表現しているので、そのソウルとボディAnd this, this project that we worked on together is based on trust. And when Megumi and I met over, what, 2.5 years ago, one of our first encounters was very physical because we were doing meditation and stretching and yoga. And I remember her feeling very comfortable in my presence. Physically speaking. And so when she called me for this project, what better way to put your trust in someone than really putting your body blindly into the arms of another person? このプロジェクトに私がセルジオを招待したんですけれども、私たちはこれが初めて一緒に仕事をするのは初めてなんですけど、もともと2年半ぐらい前から知り合いだったんですね。で、一番最初に私とセルジオが出会った時のことを今からはエピソードで話してたんですけども、初めて出会った時に最初からその私たちのコンタクトがフィジカルだった。どういうことかというと、その彼はダンサー、プロフェッショナルダンサーで私は違うんですけど、その出会った場所が友人の家とかそういう場所だったんですけど、体を使ってちょっとストレッチをしたりとか、みんなちょっとくたびれていて、その何かヨガみたいなこう運動をしてグループで何かそうやって最初からコミュニケーションしてる。でその時に確かにセルジオが僕を信じてと言うんですね。まだ初めて会ったばかりなのに。でそれは心だけではなくて、その体で信じるっていう意味の信、trust、trust me。でそれが自然にできた、私たちの間でできた、そのストレッチやなんかの動きの中 で今回のそういう経験があった上 で今回 のパフォーマンスは人と人の間のどんな信頼関係が体で表現できるか、私たちが接触することでどんな身体的コミュニケーションがプレゼンテーションできるかっていうことがポイントだったんです。なのでそのセルジオを呼ぶのがふさわしいとその時に思った。心ではなくて体でどうやって信じ合うことができるか、それを追求する作品だっていうことをセルジオが今説明してくれました。